足立康史君。足立君。日本維新の会の足立康史でございます。今日はプロバイダー責任制限法ということでございますが、今いろんな委員の方々がご質問されて、大体もう質問の論点が尽くされまして、もう分からないことがなくなっちゃいました困りましたが、まあ、一つね、局長ね、このプロバイダー責任制限法は、まあ、こういう形で、まあ、木村花さんの事件とかもあってこういう形でまとめられていることについては敬意を表したいと思うし、我々も賛成をするという方針でございますが、これで全て解決するわけじゃないと思うんですね。これは一つの手段であって、別にこれで何か、オールマイティーだということではないと思っておりますが、局長も同じですね。一応そういう趣旨をご答弁ください。竹内総合通信基盤局長。はい、お答えいたします。私ども昨年政策パッケージでまとめましたように、今回の法改正による改善というものはあくまで迅速な被害者救済につなげるための発信者情報開示の部分の改善ということでありまして、全体とし制度全体としてはですね、やはり事業者の自主的な削除の取り組みでありますとか、周知広報あるいは相談体制の強化、全体としてやはりバランスを取った上で効果的な対策をしっかりと推進をし、またその効果が上がっているかを定期的にモニタリングをいたしながら改善をしていく、この全体の取り組みが必要と考えております。足立君。ありがとうございます。その関連でですね、ご承知のとおり、3月30日に、BPO がですね、この木村花さんの関係で、まあ、その木村さんのお母様かな、が過剰な演出が番組内であったのではないかということで、人権侵害があったと BPO に申し立てをされて、でフジテレビはですね、人権侵害は認められないと反論された。それに対して委員会は、人権侵害は認められないが、放送倫理上の問題があったと判断し、フジテレビに対してですね、改善のための対策を講じることを要望したという、これ、BPO のホームページですが、承知してます。これ、放送番組の中身の問題ですから、総務省から何かというのは言いにくいかもしれませんが、大臣の方からですね、この BPO の判断について、もしおっしゃっていただけることがあれば、受け止めをお願いします。武田総務大臣。ご指摘の3月30日、BPO 委員会決定を行ったことは承知をいたしております。総務省としては放送番組にかかる問題につきましては、放送事業者の自主的、自律的な取り組みにより、適切な対応が行われることが重要と考えておりまして、今回の BPO の意見等を踏まえた、フジテレビにおける対応を注視してまいりたいと考えております。足立君。ありがとうございます。そういうことだと思います。でただもう私はですね、こういう地上波をめぐる、電波放送をめぐるいろいろこう不満が あるんですね。あんまり言うとまた番組に出させていただけなくなるので、申し上げられませんが、いろいろね、不満あります。何が不満かというと、やっぱり民主主義の観点から、もちろん自由、いろんな表現をしていくことは大事だし、いろんな情報を提供していただくことは大事なんだけど、なんか歪めてたりとかですね、非常にこの偏頗なことで、私もですね、政治家として被害を被っております。もう裁判費用も限られているので、訴えているケースは少ないですが、ちょっとこれひどいじゃないかということが少なくありません。そういう中でね、私はこれからも一度ここでも申し上げたことがありますが、もう地上波は返上してくれと、他に使いたい利用用途がたくさんあるから、テレビ放送についてはですね、地上波はもう返上と、
ということをですね、まあ、なかなかこれ、党の公約に入るかどうか、また調整しますが、なんかニュースを見てると、検索してると、なんかかつて、これ、いつだっけな、昨年の6月に、テレアサホールディングについて、アメリカの RMB キャピタル、投資ファンドかな、が、要はもう、利益率も低いから、地上波電波返上せよなんていうことをですね、株主として要求してるなんていうこともあるようでありますが、まあ、そういうことを議論せざるを得ない時代にも入っているというふうに私は考えているということを付言しておきたいと思います。ということで、プロバイダー責任制限法はですね、一旦もう賛成ということにさせていただきたいと思いますが、少しこの時間をお借りしてですね、昨日も内閣委員会でもやりましたが、また総務委員会でも別途一般質疑の形で、時間を取っていただけるような議論があると承知してますが、フジテレビの話ですね、これを少しやっておきたいと思います。で、昨日内閣委員会に、総務省、それから財務省にも来ていただいて、議論しました。今日も財務省にもお越しいただいてます。結局ね、よく分かんないんですよ、なぜ 20% か。だからこの委員会でもね、大臣もいろいろお困りになってっていうか、急にいろいろ降って湧いてきて、でいろんなこの場でもう翌日からいつ知ったんだとか、そういう美に入り際に入り、議論があって、いやちょっと整理するから待ってくれと、いやもうごもっともだと思います。で、私はそういう、なんて言いますかね、脊髄反射のような質問はしません。そうじゃなくて、そもそもその2割って何の意味があるのということをですね、今日は確認をさせていただきたいと思います。ちょっと順番どうするかですが、財務省から言ってもいいんですが、まあ、もう一回ちょっと教育的って言ったら失礼ですが、これまた国民の皆様も見ますから、財務省から、一般的なことでいいので、外為法の対内直接投資規制についてご紹介をいただけますか。財務省土屋大臣官房審議官。お答え申し上げます。外為法につきましては、直近、令和元年に大きな改正を行ってございます。その目的としましては2点ございます。一つは、日本経済にとって非常に重要な健全な対内直接投資を一層促進するため、外国投資家自ら、またはその関係者が役員に就任しないと一定の基準の遵守を前提に事前届出を免除する制度を導入する一方で、もう一点重要な点でございますが、国の安全等を損なう恐れがある投資に適切に対応するため、上場会社の事前届出の対象となる域地を 10% から 1% に引き下げ、適切に対応できるように措置させていただいたところでございます。委員長。足立君。当然この規制はですね、放送事業者あるいは通信事業者も対象になってます。これは当たり前ですね。他方ですね、その通信事業者はコア業種に指定されているが、放送事業者はコア業種に指定されていません。財務省の側からそれはどういう整理かということをご答弁いただけますか。財務省土屋大臣官房審議官。お答え申し上げます。外為法上、国の安全等を損なう恐れがある対内直接投資等にかかる業種を、財務大臣および事業所管大臣の連名の告示で指定をしておりまして、放送業も委員のご指摘のとおり指定されてございますが、国の安全を損なう恐れが大きい、いわゆるコア業種には指定されておりません。この理由といたしましては、放送法および電波法によりまして、外国人等による5分の1以上、2割でございますけれども、議決権保有禁止のような外資規制がすでに設けられていること、あともう1点でございますが、いわゆるコア業種ではない場合でも、
外国投資家が役員に就任しないといった一定の基準の遵守を条件に、事前届出免除制度を利用する場合以外は、これは外為法上の事前届出審査の対象となる、そういった点を踏まえて、コア業種して、していないといったところでございます。委員長、足立君。今ご答弁あったように、外為法の外資規制等ですね、まさに電波法放送法の外資規制が相まって、要するに、電波放送法で外資規制がなされていることも考慮されているというご答弁でした。では総務省に伺いますが、なぜ2割なんでしょうか。まず一応あれですか、放送法から言った方でね、これね、皆さんややこしいんですけど、私の理解が間違ってなければ、放送法は、吉田局長、そして、電波法は竹内局長に分かれてますよね。でちょっと規制の外資規制の詳細ちょっと私も分かってませんが、だから両局長にお聞きせなあかんのかもしれませんが、まず放送についてなぜ2割かご答弁いただけますか。吉田情報流通行政局長。お答えいたします。放送事業者への外資規制はもともと、以前は電波法で一元的に規制しておりました。もちろん大きな声で、はい、すいません。放送事業者への外資規制は、以前は電波法で一元的に規制しておりました。従来、もともとは3分の1未満を上限とする規制でスタートしております。これが昭和33年の電波法改正の際に、外資規制比率の上限を3分の1未満だったのを5分の1未満に引き下げる、その放送用無線局については引き下げるといった改正をしております。でこの時の考え方は外国におけるやり方を、参照したと当時の記録に残っております。で具体的には米国等の諸外国における放送局にかかる外資規制比率の5分の1未満となっている国がかなりあったということを参照して、このような現状の規制の水準になったと承知しております。なおその後、放送関係法制、放送電波関係法制の改正が行われ、その中でハードソフト分離などの制度を導入する中で、ハードソフト一致でやるものは、放送用無線局ということで電波法による免許を行いますが、ハードソフト分離で行う、放送を行う場合には、放送法にかかる認定ということで、そのように大元が電波法にあったものを放送法、電波法それぞれで現状は規律しているという状況でございます。委員長。足立君。竹内局長、何か付け加えることがありますか。あればなければいいですよ。ないですね。今ご答弁いただきましたが、昭和33年ですよ大臣。昭和33年に、いやアメリカも何かそれっぽかったからそうしたんだと、それ以外の合理的理由が見出せません。航空法は今でも3分の1です。航空法、それはね、3分の1なら分かるんですよ。会社法との見合いで、一定の合理性が見出せるからです。でもアメリカはもうどうぞ、世界はどんどん変わってきてるのに、日本のこの2割規制っていう、5分の1規制っていうのはですね、昭和33年に合理的理由はなく、隣を見たら、まあそんなものだったからそうした、それが今も残ってる。で電波法放送は2割だけれども、航空法は3分の1で合理性がある、NTT 法は1割とかですね、かな、まあ、それはちょっと今の間違ってたらいいや、3分の 1、NTT 法も3分の1、だからその辺は合理性あるんですよ、だから竹内さんの世界は合理性あるんですよ。ね、別にお茶を飲む仲間だから言ってるわけじゃないんですが。この意味分かんないですね、皆さんね。大臣、ぜひね、これ、大臣にもご認識を深めていただきたいのは、これ、ひどいなというのが正直な感想です。だから、その守っていなかった東北新社、富士ホールディングスとかいう問題以前にですね、そもそもこの規制ってなんだっていうことをですね、やっぱりこの際、ちゃんと議論した方がいい。でもう一つ気になるのはエンフォースメントです。時間あんまりないのかな、もうちょっとあるな。これ、両方は
両局にまたがってますが、そのエンフォース、要は外資規制を常日頃からまあ見張る、これはそれぞれの所管課がそれぞれバラバラにそれぞれの対象をやっているという理解でいいんですか。どっちでも、はい、はい、吉田情報流通行政局長。私どもの情報流通行政局では、放送法に基づく認定はもちろんのことでございますけれども、電波法に基づく放送用無線局の免許の事務についても、所掌しているところでございます。したがいまして、放送に関する部分は私どもの局の方で所掌してございます。委員長、足立君。それはどうやってエンフォースしてるんですか。要は常日頃から見ているのか、1年に2回報告書が上がってきたときなのか、ちょっと簡単にご紹介。吉田情報流通行政局長。放送用電波法に基づく放送用無線局につきましては、再免許という制度仕組みがありまして、5年に1度の再免許がございます。その際に、結核事由の有無について申請者が申告し、それを確認しております。で、例えば地上機関放送事業者、いわゆる地上のテレビ、ラジオなどにつきましては、その申請書の添付書類として、外国人等の占める議決権の数等の提出を求めておりまして、これにより外資の議決権比率を確認しております。で、また、免許期間中におきまして、これらの状況に変更があったときには、変更の届出をすることを求めておりまして、その届出を確認しているという状況でございます。足立君。まあ、その程度しか、まあ、やってない。それからさっき申し上げたように、いや僕ね気持ち分かるんですよ。だって担当課とか担当者担当ラインからしたらね、これ何のためにそれチェックしてるか理由が分かんないですよ。安全保障って言うんだけど、なぜ2割かも分からないのに2割をずっと監視してるわけです。いや監視してないわけです。だからずさんだったわけです。でもそれは何か担当者が悪いとかいうことじゃなくてですね、そもそもこれ制度の合理性がなんかよく分かんないから、まあどうしてもずさんになっていく、受け身になっていく、報告があったら対応する、まあ、東北新社のケースはなんか相談はあったけどどうかだって、まあそれはいいんですが、どうでも、まあ、そういう大変ずさんなことになっていたんじゃないかと私は思っています。ただそれは繰り返しになるが制度の問題だと。ぜひね、そういう意味で大臣、それからもう一つ何を聞こうと思ったかな、それからもう一つこれはまあこれも吉田局長になるのかもしれませんが、議決権で見てるんですね。でこれも外為法は発行済み総株式総数に占める割合も見てます。だから先ほどの話で言えば、まあ、外為法、財務省は一応見てくれてるんです。だけども、総務省はですね、少なくとも今の放送法の規定上はですね、これは議決権だけだから、今話題になっている富士ホールディングスも、それから日テレもそうですね、株式、発行済み株式総数でいうと、もう3割、2割ずっと超えてます。じゃあ、それはいいのかっていうのも、多分これもうやりませんが、説明できないです。なぜ株式総数は3割でもいいんだと、なんで議決権だけ抑えればいいんだと、じゃあ、その外資が放送局に与える影響、これ、財務省、ちょっと一言でいいんだけど、要は外資が日本の企業に影響力を行使する方法っていうのは議決権だけじゃないですよね。ね、いやもうそうだって言ってくれたらいいんだけど、ね、いやちょっとそこで答えたらいいかな。はい、ちゃんと、いやいや、せっかくだから、そういうこと、議決権以外も外為法を見てるし、それは金銭的なものとか、要は
議決権がなくたって株式を持っていることによって資金提供はしているわけですから、資金供給はしているわけですから、いろんな影響力を行使している、あるいは役員、取締役、さまざまな影響力の行使の仕方があるということでいいですね。財務省、土屋大臣官房審議官。お答え申し上げます。外為法は委員のご指摘のとおりでございまして、外国投資家による企業経営の影響力に着目してございます。従いまして、外国投資家による一定の株式の取得のみならず、金銭の貸し付け等も規制対象としているところでございます。委員長、足立君。大臣、そういうことです。だから社会説法で恐縮、大臣はよく今ね、精査をしていただいていると思いますが、私はぜひ武田大臣のリーダーシップはですね、なんかその野党はいろいろ、維新以外の野党はいろんな質問をすると思いますが、適当に答えてですね、失礼、ちゃんと答えてですね、ちゃんと答えないといけないけど、それはそれでしょ。だってそんな、いつ報告受けましたかとか、いいですよ、そんなこと。いや、それは整理して出していただいたらいいんだけど、私が今日問題にしているのは安全保障です。だから、放送事業者の世論に与える影響は甚大です。私たち政治にとっても、政治報道によって我々の政治生命は左右されるぐらい大変な、それが外国から影響を受けていればなおさらです。その規制体系が今ご紹介申し上げたように、まず規制の方法がまず要は議決権にだけなので、要はそこにこう名簿に登録しなければ済むみたいな形で行われていることが、それだけでは当然ないわけです、外為法で言えば。それから2割という理由もよく分からない。で、当然その結果エンフォースも十分ではなかった面が出てきた。それは結果であって、現況はですね、そもそも放送法に関わるおける外資規制がの合理性がよく分からないからなんです。すぐ何かやってくださいと言いません。でも大臣、やっぱり大臣のご指示ですね、何かこの議論が総務省の中でも議論がちゃんとされるような端緒を作っていただきたい、こう思いますが、いかがでしょうか。武田総務大臣。ご指摘正面から受け止めたいと思いますし、やはりこのキーを捉えてですね、やはりありとあらゆる角度から今一度検証し直してみなければならないと思っております。そしてやはり合理性というものもしっかり確立しなければなりませんし、この重要な国家の安全保障に関わる問題がどうあるべきか、将来にわたってしっかりと議論を重ねてまいりたいと考えております。以上、足立君。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。以上で終わります。ありがとうございます。次に。